おはようございます。はい、今日はねみんなでちょっといちご飴を食べたいと思うんですが、その前に多分ねみんなたまにねどうやって作るんですかっていう質問もいただくので、ちょっと今俺流絶対失敗しない方法を教えたいと思うんですが、俺も最初ね作り始めの時ネットに書いたのいろいろ見ても全然うまくいかなかったの。え、なんで？と思ってやっとようやくたどり着いたのが、あのこの飴沸騰している状態、これ今白いじゃん、白じゃダメで、こっからちょっとねちょっと茶色に変わるの。その茶色に変わった瞬間に火止めるか、もしくは最大の弱火にして、それ以上焦げないようにして、その間に飴をもうつけまくって置くだけでもう完璧。絶対に失敗しない。それほんとその方法分かって以来俺一回も失敗してない。そのマナは作れないけど俺が作れる。料理はできるくせなぜかねいちご飴はできない。そうで、まああとは絶対にやっちゃいけないのはこの沸騰してる間に触ること。そうするとね結晶になっちゃってなんかダメらしい。なんか理科でそんなことしたわ。はい、なので今ここにねいちごたちがあるので、あとぶどうがあるので、これを全部飴にしちゃいたいと思います。で別の動画でねこっちにまだフルーツがあるので、それをちょっと食べる動画を撮るんですが、今日は一旦いちご飴をいっぱい作ってみんなで頬張り食べたいと思います。音パチやんないとね。音パチ、ルリちゃん自分で口紅つけたの？うん、上手だね。でも口紅じゃないんだけどね。あ、色変わってきた。はい、じゃあちょっとやります。はい、どいでどいで、時間との戦いなのやめて。ここが見ろ。美味しそうだね。うん、美味しそうだね。うん、美味しそうだね。うん、美味しそう。なんかさ気持ち悪いね。なんかさ、うん、魔女の宅急便みたい。美味しそう。このぐらいの美味しそう。ピッピーピッピー。うん、早くしないと。美味しい。ねえ、足りるの？あとはどこに置くの？それね。ねえねえ、めっちゃ美味しくない？あのさ、蜂蜜をつけたら飴になるんでしょ？これ蜂蜜じゃないよ。え、じゃあ何？飴だよ。飴だよね、パパね。蜂蜜に似てるけど、うん、全然蜂蜜じゃない。でもコルドみたい。コルドみたい。一、うん、ねえ、じゃあさ、どいて。早く。ルイってなんか意地悪だよね。うん。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。どいてくれない？いいや。交換し、交換しろ。オッケー。じゃあ、目の口ね。ちょっとめちゃくちゃ多くて時間かかったけど、こんな感じです。もうね、この辺動画。して。ほんと、固まってる。固まってる？うん。あ、それ、まだ固まってない。これ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 。あ、硬いでしょ。パパ天才だから。なんでこう固めてんのかわかんないんです。なんかさ、パパチみたい。はい、こんにちは。あの雨のこんな感じでみたいの、どうだ、こんな感じみたいの雨だ。固まってんです。じゃあ、はい、パパとママちょっとコンビニでジュースとかじゃ買ってくるから、うん、じゃあ食べないで、じゃあ待ってて。うん、でも怖いよ、おまけたいると。大丈夫、おばあちゃんいないから。朝だよね、だって朝にもさ、はい、来たよピエロな。うん、ピエズと、うん、そうだよ、チルンだよ。あの、チョミとあの目の怖いなとか、あとだ、マキマだよ、やだよ。じゃあカメラ一応置いとくけど、触んないよね。うん、手も触んないの？口も触んないの？そう。で、これ喋ってていいけど、触んない。OK？ うん、はい。じゃあ次戻ってくる。はい。
ったよ、ね、食欲あって。もう帰っちゃったかもね。パパとママ帰っちゃったよ。気をつけてよ。食べちゃダメだよ。みんなで一緒に食べよう。ママ中ねえ、今中ねえ、待って、ねえ、待って。今日は何食べてるとしてるんですか？これです。いちご飴です。オッケー。あとこれです。酔い終わりますね。これです。結構溜まってますね。これです。これ、これ、これ、これ見えますよ。ママとパパの手ベビーです。じゃあ、ネイクの手ベビーです。ネイクの手ベビーなんだけど、ネグとヌネとテビニのやつです。結構いよいよ合いますね。私もですよ。うん、ウイ見える？見える。こんな感じですね。ちょっと抱いて。いいよ。なんかめちゃくちゃカメラ触ってたけど食べてない？うん、うん。じゃあ食べていいよ。いちご汁がどんどん垂れてきてる。おいしい？うん、おいしいです。おいしいです。いただきます。おいしそうだね。おいしそうだね。家怖いか、家怖いか。うん、なんかママの目、ママの目かわいい。ぶどうどう？ぶどう。うまい。あれ？ぶどうだ、なんだ。あ、痛くない。なんだ、すごい。どう？うん、なんだ、すごい。うん、ミクだろ、ミク。確か、ミク、ミク何やってんの？これを食べたい。割れた。なんだ、耐えてた、うまい。超美味しいんだけど、ちゃんとさ、フルーツもさ、いいフルーツだとめっちゃ美味しいね。うん、一個ちょうだい。パパ見てて。じゃあ、音フェチタイム。音フェチタイムだって。喋んないでね。うん、いくよ。おいしいです、おいしいです。ねえママ、コーラでさ、おとばちなれるよ。いちご大体よ。いちご大体です。いちご大体です。ねえ、ルネ静かにしないとおとばちできないか。パパもしてるじゃん。ねえ、なんで耐えたの？なんで耐えたい？ルネ、ルネの飴、ルネの飴取ったら怒られた。耐えてない？耐えてない？ルネちゃん、前髪止めないと。しっ。あ、いちごだ。しっ。超美味しい。いくらでも食べれる。てか、こんなに食べれるの幸せ。これさ、おあかきっぽい。これおあかきっぽい。ルネちゃんが音フェチしてくんない？めちゃくちゃ喋るじゃん。パパも喋ってるから。すいません。ルイめっちゃプロ。これ全部食べていいよ。一人ちゃん、そういう人。痛い？痛くない？うん、うん、痛い？
食べた、美味しかったね。ブナナ美味しかった。まだまだフルーツいっぱいあるけど、ブナナ美味しくない。ブナナ美味しい。せっかくパパが作ったのに。美味しい。あ、よかった。なんかさ、次はさ、フルーツ食べ比べとかさ、ちょっとだけ美味しくないんだけどね。パパがせっかく作ったのに。違うの、ちょっとだけ小さくて美味しくないんだけどね。パパがせっかく作ったのに。うん。だけどちょっとだけ美味しいんだけどね。早く食べようよ。いいよ、食べる。また半分食べようか。なるね。半分ルイにあげてね。ルイ食べる半分。何したのか。また見てね、バイバイだよ。また見てね、バイバイ。Thank you.